スタートしましたまず1コーナーを目指す先行争いは7番バセリーナをしています9番トップオン・ザ・ヒル11番アスクシュタイン内は3番マテンローさん4番湘南マクベスこの争いから少し控えて外は12番のモンドデラモーレが上がっていって12頭1段で1コーナー回ります11番アスクシュタイン今日も行きました1コーナーで先頭に立ってリード2馬身です2番手外から 9番トップオン・ザ・ヒルが単独2番手に上がって7番バセリーナ3番マテンロー・さん3番手並んで2コーナーです12番モンド・デラ・モーレが前から5投目その後中段真ん中4番湘南マクベスを抑えて外2番マジック・サンツ内1番アルマベローチェは今日は中段からの競馬で向こう上面に入っていますその後中段よりも後ろは6番西野タンギー5番レイブ・ドロペラ向こう上面中ほど残り 1000m の標識を続々通過8番ファイアン・クランツは今後方から2投目先頭までは10馬身と少し1頭離れて 10番ローレルオーブ最高峰です。3。コーナーのカーブに入ります。 11番、アスクシュタインのペース 1000m 通過1分0秒9と計測されて3コーナーに入ります差がなく9番、トップオン・ザ・ヒルが2番手12番、モンド・デラモーレ3番手で34コーナー中間4番手外、外三3番、マテンローさんが進出うち、内ムチが入った7番バセリーナは5番手その後二2番のマジック・サンズが前の5頭に楽な感じで取り付いていって4コーナーカーブその後ろからは8番、ファイアン・クランツグーンと上がって,いって1番、アルマ・ベローチェも外へと切り替えて進出していきます4コーナーカーブ 11番アスクシュタインにババの4部所2番のマジックサンズが先頭に立って直線コースを迎えました外から8番ファイアンクランツ内を狙って1番のアルマベローチ200を切りましたあとは12番のモンド・デラモーレが現在4番手の争いです先頭2番のマジックサンズ内から1番のアルマベローチ並んでくる現在8番ファイアンクランツ3番手アルマベローチマジックサンズマジックサンズが前に出て降臨札幌2歳ステークスは絆3区マジックサンズ わずかにこの争いを制したかに思われます。